さて、こちらは前回の復習ですけれども、8ビットの2進数、まあ8ビットですね、8桁2進数と10進数の対応、これをしっかりと覚えておいてください。これも前回の復習ですけれども、先ほどの対応関係を使って2進数から10進数への変換というのが、このページにあるように、きちんとできることを確認してから次のページに進んでくださいね。こちらはその逆なんですが、今度は10進数から2進数への変換においても、前回やりましたやり方をしっかりと押さえてから今回の課題を聞くようにしてください。